皆さんこんにちは、漫画家の新本慎です。はい、ですね。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、はい、2色3色で色を塗る方法というのを皆さんに教えていきたいと思います。これはね、新本先生は多分得意なんだよね。そうなのよ。例えばだけど、普通にまあフルカラーで塗れたらそれに越したことはないよね。フルカラーも別にフルカラーって言ってるわけじゃないんだけどね。だからフルカラーで塗れたらね、それに越したことはないけど、様々な事情で、例えばお金がなくてまだそんな色を揃えられないとか、はい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 、なんかフルカラーで塗るとめちゃくちゃになっちゃってまだそこまで技術がいかないとか、まあ、時間かかるし、ね、時間がない、そう、時間がない、一番はそれね、うん、とかいう人で、やっぱね、三少しの色、二色とか三色で塗りたい人って多分世の中案外いっぱいいると思うんだよね。そっち、その塗り方好きでしょ。そうそう、私はいつももう、だいたい私の場合はめんどくさいが一番、めんどくさいが一番なんだけど、まあ、落書きとかほら書くのにさ、やっぱフルカラーで書くの大変じゃん、ちょっと。ただ2色3色でもうまくやるとおしゃれに見えたりとか、別になんか意図してそう塗りましたみたいな雰囲気が出せなくもないのよ。はい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 、ただ多分いきなりね、多分その初心者の人にじゃあ3色で好きに塗ってって言われても、どうやって3色でみたいな、困っちゃうと思うんだよね。あれどうしようみたいな。どういう風に考えて2色とか3色に塗ったらいいかっていうことと、うん、どういう色の組み合わせがいいかっていうのを皆さんに教えたいと思いますので、ね、ぜひ参考にしてね、一緒にやってみてください。ちょっと美術の勉強みたいな感じや。まあそうそう、でも大丈夫、本当に優しく教えるから、Sくんが分かるように優しく教えるから美術1だろうから多分。いや、美術はね3だった。本当に、本当に筆記頑張ったんだねそれでは早速やっていきましょう。ではですね、まずなんですけども、うんうん、はいはい、一番大事な色選びのところから話したいと思います。2色3色で塗るのに、まあ、一番大事なのは何の色で塗るかっていうところなんだよね。まあ、そこを選ぶポイントだよね。そうで、みんなにも一緒に考えてみてほしいんだけど、はい、今ここにバーっと色が並んでるよね、はいはい、今からまあ2色3色で塗ろうかなっていう時に、うん、まあ、極力避けた方がいい色っていうのがこの中に2つ入ってるのね。はいはいはい、 S 君どれか分かりますか？ああ、なるほどね、うん、まずでもこれは赤じゃない？これね、もう正解です、正解です。もう一個、まあ、青。お、正解です、正解。S君、いや、どう見てもさ、色が強いんだ。いや、そう、まあでもその通り、その通りです。これ二つはですね、かなりビビットカラーって言われるのに近くて、ビビットっていう原色に近い色。なんて言えばいいかな、まあ、とにかく明るいパキッとした色、めっちゃ目がいく色ってことね。強い色、強い色だね、強い色なんだよね、はいはいはい、でこっちは逆にパステルカラーって言われてるような原色に白が混じったような色、なんかちょっと薄いって、まあ、そう、感覚で言うと濃い薄いなんだよね、本当に、はい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 、なんでこっちの方が私的にはこう2色塗り3色塗りでおすすめ。別にビビットカラーで塗るなっていう話じゃないんだけど、ビビットでも別にできなくはない、できなくはない、できなくはない、ただ初心者には本当におすすめしないっていう色。結構これでやっちゃうとむずいっていうことね。色が本当に強く出ちゃうのね。絶対そこに目がいっちゃうから、あんまりビビットカラー多用しちゃうとすごく画面が喧嘩しちゃうし、ごちゃごちゃ感が強く出ちゃう。ああ、だからうまいだけど、なんかこうやり方によってはなんかあれっていう風に思っちゃう。そう、だから自分の中でそれが意図的に使ってるってなんか感覚的にわからないうちは本当おすすめしません。はあ、だからこれが意図的って自分でなんか感覚的に分けるようになったら全然使っていいと思う。ああ、だから色とかのそういうのが分かってる人だったらいい、うん、そうだね。だから初心者さんには本当に、なんかこう選んだ時点で失敗しちゃうリスクがすごく高くなっちゃうのでおすすめしません。パステルの方が初心者の人はおすすめできる。逆にパステルの方だったら、まあ、言うてもそんなにね、どんな感じにしたって失敗はあんま大きな失敗はないと思います。ああ、なるほどね。まあ、ただそれでもやっぱおしゃれに見せたりとかまとまりがあれに見せたいでしょう、うん、なので、ね、そうね、そこからおすすめの2色3色の選び方今から教えていきます、はい、じゃあまずですね、一つ目なんですけども、はい、同系色で選ぶっていうやり方です、まあ、例えばなんですけどピンク紫とか、はいはい、黄緑と緑とか黄色とオレンジとか、はいはい、まあ、この辺近くにある似た色という同系色みたいなことになります、はい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 、でまあ、イメージどんな感じに塗れるかなっていうと、うん、こんな感じのイラスト、はい、これはまあ似たようなピンクと紫の色2色で塗ってるっていう本当だ感じのイラストになります。はい、まあ喧嘩しないので色がなんかごちゃごちゃ感もなくまとまってる感じのイメージに仕上がるので、うん、初心者におすすめの色の組み合わせです。あ、これピンクと緑紫？あ、ピンクと紫じゃなくて同系色で塗るっていうのは何でもいいのよ、何でもいいのよ。黄色、たまたまこれで黄色とオレンジとか、そう、たまたま例がこれだったって感じ。あ、じゃあ次ですね、はい、これさっきと何が違うのって思うかもしれないんだけども、同じ色の濃淡
んで塗るっていう。はいはい。さっきのは近くの色だったんだけど、はい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 、今度は同じ色の濃淡なんで、うん、青に白を足してったら水色になるみたいな、その水色ね。それはわかる。うん。で、あと例えば紫に白を足した薄い紫、そういう色で塗ると、うん、まあ絶対に、絶対にこれは喧嘩しない。ただ、これは喧嘩しないけど、すごく味気なくね、終わることもある。ああ、あれが結局は同じ色で塗ってる。色がない。同じ色で塗ってるように見えるのよ。なんで同じ色で塗ってるように見えるから。なるほどね。だけど、そこにね、一色何か足してあげるだけで、ちょっとイメージ変わります。例えばこんな感じで、これ例なんだけども、一個足してあげるっていう感じなんだけど、同系色を。ほうほうほう、これは、まあ、ちょっとこのペンとはちょっと画像の色違うんだけども、うん、薄いピンクとその濃いピンクみたいな色にもう少しだけこう紫青みたいな色を足してあげてるのね。だから、はい、ここがそれってことね。そういうこと、そういうこと。手前の人物はまあ本当に濃い色と薄い色で塗ってるっていう感じ、うんうん、だから実際手前の人物だけ見ると本当結構一色塗りに近いようなイメージに見えなくもないような感じなんだけども、そこにもう一色その同系色を入れてあげることで、ちょっと色の幅を増やしてあげてる。だけどまとまりが出るからごちゃごちゃはさせない。あ、まあ、この色がないとなんか同じように見えるけど、うん、これの色があることによってってことだよね。そうだね、ちょっとこう少しだけ色の幅を持たしてる。で、他にもうちょっと色の選び方説明します。はい、これなんだけども、はい、これはね、さっきのと3色で一緒じゃんと思うんだけど、何が違うかっていうと、うん、同じ色の濃い薄いだね、まず青と水色の。あ、まあ、ここはね、さっきとほぼ一緒だよね。黄色を足してるんだよね、うん。でもね、黄色っていうのはね、この青とかにとると、反対色って今度ね、同系色とは違うんだ。逆にある色なの。どっちかというと、色としては逆にある色なの。青の逆の色ってこと、ね、そうなの。そうなると、今度パキッとしたイメージを与えます。めちゃ黄色に行くもん。なので、同じ色の濃い薄いにプラス反対色を持ってくる、はい、というやり方もおすすめです。こんな感じなんだけども、はい、これはさっきと似てるイメージだけど、実はちょっとまた違くて、ピンクと緑というか薄いね、両方ともね。ここね。うん、あるね。まずチューリップのところからが来てるけど、この2つっていうのは要は反対色になります。ああ、緑とピンクは反対色なの、ね、緑とピンクはまあ反対色の関係になるんだけども、そこに1個中間の色を持ってくるっていうやり方。あ、この2つの中間が黄色なんだ。黄色みたいなイメージなんだよね。まあ要はだからこの反対色の間にその間に近い色を持ってきてまとめるっていう3色の選び方。でも全然変じゃないもん。でしょ、うん、っていう色の選び方が個人的にはおすすめ。うわ、すごい。めちゃこれ、色だね。色ってなんか、色のあの、何相関が、色相関ね。色相関が分かってる人ができるやり方ね、これ。そう。なるほどね。色相関を勉強しよう、みんな。色相関の勉強は中学校1年か2年の美術でやるから、多分。あ、じゃあそこをちゃんと理解してればいけるんだ。うん、多分中学校1年生か2年生で習うんだよ。なって気もするわ、俺。忘れてるだけだわ。うん、まあ、これは絵に限らずですね、あの、なんだろう、インテリアデザイナーとか、まあ、洋服のデザイナーさん、なんでもね、色に関わる仕事をやる人はね、でも全員が知っていること。いや、まあ、そうだよね。うん、あと、まあ、その、パステルカラー、ビビットカラーとかね。はいはいはい。まあ、なので、知っていてそうはないと思うので、ぜひ、まあ、あの、感覚的に最後は分かるのが一番いいと思うんだけど、その、わざわざそんな難しく、これは何色だから、反対色は何とかでとかじゃなくて、感覚的に、あ、この色とこの色合いそう。じゃあ、これにこれを足すか。みたいな感覚が培われることが理想。なるほどね。とにかく分かんないうちはですね、似た色同士で塗るっていう、これが一番おすすめなので。ああ、なるほどね。まあ、これから始めてみたらいいんじゃないかなと思います。はいはいはい、で、前置きがめっちゃ長くなっちゃったんだけども、こっからよ、どうやって2色3色で塗っていくかっていう。あ、色は、まずまだ色の話だった。色を決めてから塗っていかなきゃいけない。いざね。あ、そうだよね。うん、まあ、確かにこれ塗り方も大事だよね。結局決めたからといって、そうなのよ。なんか適当にさ、こことここを塗ろうみたいな塗ってもさ、うん、なんかいい絵にならないよ。そう。ということで、じゃあまずまた新しいイラスト見てください。これ、あの、前回私が描いたイラストです。これもうだって、もうほぼフルカラーやん。だ、これフルカラーのイラストです。フルカラーのイラストで、今回やりやすそうなの選んできました。はいはい。で、これを今回線が抽出したのがこっちね。うんうん、なので、これはもともと普通にフルカラーで、感じの、まあ可愛い女の子イラストなんだけど、これを今から私は、うん、あの、3色塗りしていきたいと思います。あ、じゃあそれをどういう風にしていけばいいかなっていう話。あ、そうだよね。じゃあまず3色決めよう、うん、まあ、それは S 君に今言った話をじゃあ踏まえて3色選んでもらっていいかな。むずということで、あの S 君がまずこれ選んだね、2色、まあ、見せたい濃い緑と、それに色を薄めたような緑、うん、で、こっちが
緑の両方ともこれ同系色で、うんうん、よりこう黄緑っぽくなった色と水色っぽくなった方の色が今ここに並んでます、はいはい、でこの中から1本こうやって足していくか、うん、もしくは反対色っていう色を足します。例えば緑の反対色みたいな色味になってくると思う。これがね、うん、そうそう、まあじゃあこんな感じでどこにこの2本にどの1色を足すかみたいなのが S 君的にどう。まあ反対色足したいね俺は。なるほど、じゃあまあこの辺から1本これかな、これぐらいがいいかなと思いますので、じゃあそれで、じゃあこの3色で塗っていきたいと思います、はい、じゃあここからが大事な考え方なんだけども、はい、まずこの3色 S 君の中で分類します。分類、うん、まあでも先にできてるね、濃い色、うん、薄い色、はい、差し色、反対色、うんうん、だね。じゃあ今度はこっちのイラストの、うん、一番濃い部分はどこかを考えていこう。一番濃い部分っていうのは黒やん。あ、まあそうね。だからこの服の場合はそう、分かりやすい絵を選んであげたんだけど。ああ、服ね。服だよね。どう見てもこの絵で一番濃いってなのはこの洋服の部分だよね。じゃあこの洋服の部分をもう全部この緑で、黒の代わりにこの緑で塗っていきたいと思います。はいはい。はい、まあこんな感じで濃い部分を塗りました、うん、はいはいはい。じゃあ次に濃い部分、次に濃い部分はどこ。髪。髪だね、そうそう、うん、なので髪を次に濃い部分、この色、あ、一個薄い色で塗りたいと思います。はいはい。という感じで今分かりやすいとこまず塗れました、はい、じゃあ次ってなってくると、うん、ここで初心者の人は肌色を塗りたくなっちゃうんだけども、あ、でもね俺はね、うん、今までシモ先生のイラストを見てね、肌色を一切塗っていなかったことがね、okay、 まあ、理解した。合ってます。一番薄くなる色、まあ、肌色なんだけども、うん、薄めの色、うん、そこはもうね塗りません。もうあえて塗らないんで、ね、もう塗りません。もうそういうところは全部白にしちゃいましょう。もう白と考えましょう。だからもう薄い色は白って考えればいいけど、そう、あ、であと特にまあそこで選びやすいっていうのは肌色ですね。みんなの描く絵で多分選びやすい薄い色っていうのは肌色だと思う。あ、よっぽどその人がほら色黒キャラとかじゃないか、あ、はい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 、はい、あのもしそれが色黒キャラだったらちょっと塗った方がいいと思うけど、あ、まあ、ちょっと中間色で、あえてね、うん、そうそうそう。でもまあ基本的には肌色はもう塗らないという選択肢でいきたいと思います、はい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 。でここまで来たら本当は簡単なんだけど、あと目なんだよね、大事なのは。ああ、まあ確かに。で目は正直そのどんな塗り方をしてもいいんだけど、簡単な色で塗るときも3色とか2色塗るときも、うんうんうん、このもう一個選んだ色あるじゃん、あ、あるある。これを入れることによって目のとこ印象的に見せることもできるし、うん、まあこの元々あった2色これをうまく組み合わせて塗るっていうこともできる。はあ、うん、で私的には今回ポイントとしたいのはちょっと目じゃないので、あえてこの2色でもう塗ってしまいます目は。ということでまずね、濃い方の色で、まあ、目のグラデーションがね、この絵ももともとは一応ちょっとかかってるんだよね、グラデーションとかね、はいはいはい、よく見るとこの濃い茶と薄い茶で塗られてるんだよね、はいはい、なんでこの濃い茶の部分を濃い緑で、で薄い茶の部分をこの薄い緑で塗ります。はいはい。まあこんな感じです。なるほどね。まあ2色で塗るならもうこれで完成、はい、ほぼほぼ、はいはい、2色だったらこれでいいってこと、ね、そうね、うん、ということで最後この1色反対色を選んで塗っていきたいと思います、うん、あ、じゃあですか、じゃあどこに。唇だろ。お、正解です。今回は唇と、あともう1箇所ネイル。正解。ごめん。ということで今回私この女の子やっぱね、艶っぽさ色っぽさを出してるイラストなんだよ自分的にね、うん、でやっぱその女の子らしさっていうのを見せたいので、みんなに見てほしいところにこの差し色みたいな感じで反対色を入れていきます。じゃあ自分が描いた絵でやっぱ一番こういう色出るときに見てもらいたいな、うん、ここをやっぱすごく見てほしいってところにそういう反対色みたいに入れるといいんだ。あと例えばどうしてもこれで目が見せたいって時やっぱ目に反対色入れるのがいいと思う。やっぱそこに目がいくと、あ、だから目をうまく見せたいなって、ね、そう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 。あ、例えばここの目の際とかにこう化粧の一部としてアイラインみたいなピッとこうピンクとかで入れておくと反対色そこにちょっと目がいくから、あ、まあいいと思うんだけど、まあ今回はこれここなので、ここ、なるほどね、でさらにここで終わりじゃなくて背景にこのピンクを足すことで全体を最後統一感を出して終わらせたいと思います。へえ。でまあこれさ、じゃじゃじゃなんだけど、多分これでやってもうまくいかないこれデジタルだからね、デジタルだからであるのでもうここはシンプルにですねストライプ描いていきたいと思います。
ていう感じで、まあ、もともとカラーだったイラストを3色にまとめてみました。普通にまとまってるわ。おしゃれな感じになったと思う、より。うん、なんか、これはこれで絶対おしゃれなんだけども、うん、なんか、これはよりアートみたいな。ああ、わかるかな。アート感。なんかお部屋に飾りやすい雰囲気っていうかな。いや、まあ確かにこっちはね、うん、なんかすごい、いや、綺麗でうまいよ。うまいけど、まあでもなんかこっちの方が部屋に飾ったらおしゃれなっていう。だよね。っていう、まあ単色に似ててアート感出せるので。あ、まあぜひぜひ皆さんやってみてください。難しいと思うんだけども、特に色を選ぶポイントが。確かにな。だけども、まあ、できるようになっちゃうと、すごく時短テクニックとしても一つおすすめなので。ああ、まあ、あと、おしゃれに見える。おしゃれに見える。まあ、僕、本当は時短なのに、僕見える。僕見えるっていう感じなので、ぜひ、まあ、ちょっとテクニックの一つとして練習してみてください。はい。よろしかったら、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎太。お疲れ様でした。バイバーイ。美術が多分5になるわ、これで。まあでも確かに、色味のテストのところはこれ結構答えられると思う。でしょ、うん、まあすごい。